どうもポンシラです。今日はレジェンズの4周年直前生放送の前日ということで、4周年に向けて現時点で受け取れそうな石を全て回収していこうと思います。今現在の石は 79,706 ですね。それではやっていきましょう。まずはストーリーですね。僕は11部の5章までしかやってないので全部クリアしていきます。チャレンジも全部クリアしていきます。本当に4周年新キャラ何来るんでしょうね。僕的には合体戦士来てほしいんですけど、まあ本気で予想するんだったらやっぱり身勝手ですかね。新キャラも楽しみですけど、新しい覚醒キャラもめちゃめちゃ楽しみですね。よっしゃ、ストーリー全部終わりました。だいたい1時間くらいかかりましたね。よし、じゃあ次はこの覚醒ベジータのイベントやっていきます。よっしゃ、行ってこい。これは放置するだけだからめっちゃ楽やな。ララララ、虹が空にかかって、君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。うん、65回か。まあまあまあいいでしょう。こっからは手動でやっていきます。よし、やっと99回終わって100回まで来ました。1時間半以上かかったね、これ。ラストやっていきます。OK、 100回クリア。よし、じゃあ次はこの20号のクリアしてないチャレンジ全部やっていきます。カバチェンさせて、頼むからカバチェンさせて。おいおい、そんな俺の息臭いか。おいおい、カバチェンさせてくれ、頼むから。ナイス。その程度では人造人間には勝てん。ぶっす、こいつ。よーし、全部クリアしました、チャレンジ。よし、じゃあ最後はミッションやっていきます。やるって言ってもやるのはこれだけなんですけど、これだけやって今まで貯めてきたミッション全部受け取ります。ミッション OK、 クリアした。それでは受け取っていきます。一番上から受け取っていきます。よし、500。いや、このミッションマジで今日までなんで、皆さん絶対忘れないようにしてくださいね。おいしいな。残り時間関係ない、3つ目に食らっていきましょう。130個、おいしい。やっぱりレジェンズめちゃめちゃ配ってますね、石。さあ次はこのスペシャルストーリーというジョランですね。これで300個、いいね。そしてこのボディエクスミッションでさらに250個。そして最後、この Z ミッションを受け取ります。ポチッ。うお、すごい。うお、990個すごい。あと10個で1000個だったな。はいはいはい。けどそうだよね、レベルアップしてさらに60個もらって合計1050個でしたね。ということで今回は周年前の石集めやっていきました。結果はなんと、石を集める前が 79,706 個だったので、現在の石の数が
8万3714個。なので4008個増えましたね。いや、これだけあればガチャの排出内容によっては新キャラの貫突も目指せると思います。皆さんも明日から来る周年のために今のうちから石をバンバン集めていきましょう。特にこのストーリーでまだやっていないステージやミッションがある人は超たくさんの石が集められると思うので頑張ってください。それでは今回はこれくらいで終わります。では。